6月18日、東近江市にある滋賀県消防学校で、県内各地の消防職員による第36回滋賀県消防救助技術指導会が行われました。この指導会は、消防救助技術を競い合うことで、救助技術の向上を図ろうと、滋賀県消防庁会が毎年開いているもので、県内8つの消防本部からおよそ170人が参加しました。昨年度の第35回全国大会は、東日本大震災の影響から中止となりましたが、隊員の皆様はこの特別な大会において、これまで鍛錬されてきた技術を遺憾なく発揮されることを期待します。最後にまず技術の速さや正確さを競う基礎訓練として、はしごと班、ロープブリッジとかが行われました。続いて行われたのが、複数の消防職員が連携して行う連携訓練です。ロープ応用途班、匍匐救出、引き上げ救助、ロープブリッジ救出、障害突破の5種目が行われました。この連携訓練では、正確な技術や救助の速さも当然ながら、最も肝心なのは互いの連携です。参加した消防職員同士が互いに大きな声で確認しながら、一つ一つの作業を丁寧かつ迅速に進めていきました。この日の大会で優秀な成績を収めた職員は、今年7月に行われる東近畿地区指導会や、8月に行われる全国消防技術大会へ出場できるということで、参加者は日頃の訓練の成果を存分に発揮しようと、懸命に救助技術を競い合っていました。そうですね、練習通りにはいかんかったんですけど、減点なくできたことには満足してます。こういう訓練で身についた力を防災面でも生かせればいいかなというふうには考えています。はい、絆の思いを全員で強めた中で一生懸命やらせてもらっています。今後も被災地の皆さんの思いを引き継ぎまして、滋賀県の消防行政の推進に精一杯努力をしていきたいと、このように思っております。滋賀県総合防災訓練の展示 PR コーナー出展者の募集のお知らせです。滋賀県では9月2日日曜日に、高島地域で平成24年度滋賀県総合防災訓練を開催します。現在、防災に関する展示や PR コーナーの出展者を募集しています。参加料は無料。ご覧のところにご連絡ください。皆さんの出展お待ちしております。